乃木坂46の梅澤美波、与田祐希、榊原遥が、3日放送の日本テレビ系年末の音楽の祭典、ベストアーティスト2022、夜7時、においでん。バックステージで行われた取材会に出席し、見どころなどについて語った。乃木坂46、パフォーマンスのポイント語る。当グループは、シンクロニシティ、ここにはないもの、をメドレーで披露。見どころを問われた梅澤は、ここにはないもの、について、新曲は斉藤飛鳥さんのラストシングルになっているので思いを持って歌える歌になっていると思いす、とコメントし。与田は、シンクロニシティ、について、梅澤美波が白石、舞、さんのセンターを受け継いですごいみ。そこが注目ポイントだと思います、と梅澤のセンターを絶賛した。そして柿は、憧れで大好きな斉藤飛鳥さんの最後のシングルをメンバーとして披露させていただくのが嬉しい、と斉藤への思いも語った。梅澤美波、日産ライブ解雇、体もボロボロだった。2022年を振り返る場面では、梅澤が5月に行われた、乃木坂 4610th year birthday live を振り返り、今は良い思い出になったんですけど、とした上で、その時は体もボロボロだったし意気込んで威張いたものの、現場に行ったらずっと走ってて足も限界を超えたライブだった、と壮絶なライブだったことを告白。その一方で、みんなの個々の力も改めてついた瞬間だったと思うし、グループとしても10周年のライブをあそこで成功させたのが今の乃木坂の自信につながったので良い出来事だったと思います。と副キャプテンとしてグループを俯瞰したコメントを残していた。バル、また与田も同ライブについて、今までにない広さだったので途中で走るの諦めそうになったぐらい。でもそうだったからこそその時の景色とか感覚が残っていて、私にとってもすごく大きな出来事で神宮も3年ぶりで忘れられない夏になりました、と感慨深げに話した。そして柿は、真夏の全国ツアーが記憶に残っていると言い、全国回らせていただいたんですけど、同じ空間を共有できるのが嬉しかったですし、去っていた時は飛鳥さんが今年で卒業されるのを知らなかったので今になって思い出たくさん作ったらよかったなと思うこともあるんですけど、まだ今年残ってるのでまだまだみんなで思い出作っていけたらなと思います、と斉藤への思いも語った。梅澤美波、2023年は、進化を問われる年。最後に2023年の抱負を求められると梅澤は、2023年が本当の乃木坂の進化を問われる年になるんじゃないかと思っていて、と分析、斉藤飛鳥さんの卒業もあったりとかパッと見た時のグループの印象が、普段噛んでくださっている方には印象が変わってくるのかなと思うのでそこでどう結果を残していけるかだと思う、と意気込み、個人の力を伸ばしながら、今までのことを継続しながら攻めた姿勢で楽しみながら活動していけたらと思います、と力強い言葉を紡いでいた。